一応知り合い J ワックってことでブースさんにかけてしまおう。ブースさんいらっしゃいますか。ブースさんよな。誰かと通話しようかな。かかってこないな。どうもどうもてたけすけです。一緒にいたのでかけさせていただきました。ありがとうございます。俺からかけるなんて珍しいでしょ。いや珍しいっすね。いやもう本当びっくりしました。第8000ですよ。すごい嬉しかったですわ。そうですか。もう手当たり次第にかけてますよ。レギュラーメンバーにそれなりにかけたけど、はい、ゲストの方ね、ゲストの方には知り合いにしかかける勇気はないですね。はあ、僕もそうなんですよ。あと一つ言っていいですか。の何でしょう。動画撮ってんですけど大丈夫ですか。大丈夫。なぜかって俺も撮ってるから。マジですか。撮ってるよ。お互い撮ってるのか。結構撮ってるよ。いや、めちゃくちゃいい感じに撮れてるよ。僕もですね。僕もいい感じに設計さんのスティーブが映ってますよ。そう。だからそのスキンめちゃくちゃスティーブ合うんやけど。スティーブがなんかクリーパーの、ほんとだ。なんというかね、もう、あー、ダメじゃん。話してる間にやられてるじゃん。あー、やられた。怖いな。怖いっすなー。怖いですな。うわー。綺麗に書いてくれた。じゃあ、このままいっちゃいましょう。いっちゃいましょう。第2回、敗者でトーク。いや、1回目だったんよ、さっき。1回目入よって、茜がゲットとかね。敗者でトーク。ちょっと枠が短いから、はしゃでトーク。ケンさん、このケンさんっていう人となんかさっきとはしてたんですよ。その人見えていいですか。どうぞどうぞ。いでででででででケンさん、ケンさん、ケン、来た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 。見事に全員死んでしまいました。死んでしまいました。はいしゃでトーク。はいしゃでトーク。イエーイ。はい、シャネトーク。ゲストは、いきなりトークやってまいりました。ブートさんと、こっちの方何名前だったっけ。ケンさん。僕はケンです。ケンさんですか。なんか実況とかやってられる方。一応実況やってます。了解です。です。はい、シャネトーク。もう動画撮ってます。はい、シャネトークです。ここで、今からちょっと、敗者の言い訳っていうのを聞かせてもらいたいと思います、ね。いやー、もうぜひぜひ語りたいもんですわ。いやいやいや。いやいやいや、もうとことん言い訳したいっすよ。もうまず俺とブースさんはね、一緒に逃げてましたよ。はい、ちょっと一緒にいたから通話かけてあげたんですけど、はい、かけさせていただいたんですけど、はい、話した間にめちゃくちゃ綺麗にやられた。後ろからね、やられたんですよ。あれやばい、無残だ。いや俺が無残に、俺が死んで数分で二人が、あれ死んでる、死んでる。先に死んだんやね、ケンさん。いやなんかブースト君とはぐれちゃって、それでやべやべ、ちょっと最初いて、で俺がちょっと様子見てくる、ちょっと先行って、その間なんか暗闇になっちゃってやべやべって戻った瞬間に目の前にいて、早っ。逃げれなく早い。暗闇になってすぐってことです。まだ暗闇になってちょっと来た道を戻って行ったらちょうど目の前に。運がなさすぎる。運なさすぎる。なさすぎるっすね。もうこの青鬼ってぶっちゃけ運要素でかいからね。ほぼ運じゃないですか、これは。ほぼ運でも決まりますよね。もう運ゲーでしかない。ですよね。実力的なものは結構難しい。難しい。おっと、ケンさん。コンタクト許可。ああ、送らせてもらいました。ありがとうございます。というわけで、まあ、こんな感じで、敗者へと。敗者へと。今日すごいわ。今回すごくね、第2回のゲストは、ブーソさんとケンさんでした。若干の間ですが、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました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 。結構ノリがいい方だった。俺そのノリいいっすかね。だって敗者でトークでいきなり言うたのに、グリフィンのレベルで、ね、いや突然言うたもん。ノリに乗るのが実況者ですよ。ハハハ。
あるんですけど、あるんですけど、あるんですけど。ふぅ、やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、佐々木健介の動画を見よう。佐々木健介の動画は俺のことをクリックしてる赤